い、こんにちは、小笠原です。今回はですね、炭素の化合物、ケイ素の化合物ということで勉強していきたいと思います。でただですね、炭素の化合物は実は、莫大な数があるんですね。有機化合物、莫大な数があって、それだけで別な章ができてしまいますので、ここは有機化合物以外の無機化合物の、炭素化合物で、一酸化炭素と二酸化炭素を扱います。でまず一酸化炭素の方ですが、これで無色無臭の気体ですね。これは極めて有毒な気体になります。他のガスと何が違うかっていうと、気づきにくいということがあるんです。他の塩素ガスとか、硫化水素、匂いがありますから、漏れてたりすればすぐ気がつくんですね。ところがこいつは無臭ですので、気がついた時には倒れてるみたいなところがあります。ですので非常に気づきにくくて危ないガスになります。それから水には溶けにくいガスで、還元性があります。例えば酸化銅と反応すると銅を還元したりする。それからまだ二酸化炭素になってませんので、まだ燃えることができますので、酸素があると CO2 と反応して2 CO2 となることができます。青い炎で燃えるようにです。はい、では製法の方ですけれども、製法といいますか、実は不完全燃焼があると使用ガスが生じますので、石油ストーブ使ったりするときに、換気が必要というのは、換気してあげないと一酸化炭素が出てしまうから危ないということになります。それから実験室の製法としましては、偽酸に濃硫酸を加えて加熱すると出てくるということです。これもね、ちょっとやってみたので、ちょっと動画ご覧ください。はい、動画をご覧いただきました。なぜかですね、濃硫酸の場合には普通加熱しないと出てこないんですけど、偽酸の場合には濃硫酸を加えた瞬間に発泡し始めたんですね。で、最初の意図としましては、一酸化、炭素水蒸気管で補充して、燃えると青い炎ってなったから、それを見せたかったんですが、実際やってみたら、うまく火がつきませんでした。代わりにですね、僕の方がその際に少し一酸化炭素を吸ってしまって、ちょっと具合が悪くなってしまいましたので、それ昨日の話なんですけれどもね、実験はもう中断して、青い炎を見せるはずが、吸うと体調を壊してしまうというところを実験になってしまったんですけれども、そんなことで出てきます。はい、では問題です。一酸化炭素分子、電子式はどうなるでしょうか。それから一酸化炭素は極性分子なんでしょうか、無極性分子なんでしょうか。ちょっと考えてみてください。考えがまとまりましたら答え合わせをしましょう。はい、では答え合わせをしていきます。まず最後の方の、答えなんですけど、実は両方とも正解なんですね。一酸化炭素は、結論から言いますと、ほぼ、無極性分子に近いんです。近いといっても 100% の無極性分子ではありませんから、それは厳密に言えば極性分子と言ってもいいんです。だからこちらでも正解だし、ほぼ無極性分子に近いって感じですね。ですので水には溶けにくかったわけなんです。で、電子式は、書きなさいと、考えなさいと言ったら3つ考えられると思うんですね。電気なしでいきますと、 手が4本、O が手が2本なので、とりあえず二重結合を作るとするとこんな風になると思います。これ電気なしなんですね。で、この状態から電子を、この間の二重結合を三重結合にしてあげる。
電子を移動させる必要があります。そうしますと C がマイナスにチャージしていて O がプラスにチャージした、こんなこれ N と同じ電子配置なんですね。 N2 と N2 です。同じような電子配置になります。これが一つの答え。そしてこちらの方に寄せると、ここ単結合にしますと、ここが、O の方がマイナスになって C がプラスになります。電気陰性度からするとこの方が自然な気がするかもしれませんが、まあ、実際これの中の共鳴になっていて、しかも計算によりますとですね、メインはこれのみたいなんですね。この状態が電子配置としては非常に安定な状態で、窒素の電子配置と同じ回り方になります。三重結合を作って回るのが安定な回り方で、実はこれがこの曲線がほぼなくなる原因になっているんですね。でこの状態で O がプラスにチャージしていて、なおかつ間の電子、共有電子は O の方が電気陰性度が強いので、これを O が引き付けます。そうするとこのプラスがここの引き付けた電子で打ち消されて、ほぼ極性がほぼ消えたっていうのがここの状態になります。ですので一酸化炭素はほぼ無極性分子であって、まあ、ここの共鳴なんですけど、メインはどうなるかというと、この窒素と同じ電子配置のこのような状態が一番近い状態になります。はい、じゃあ続きまして二酸化炭素になります。二酸化炭素、まあ、この辺今入っている呼気の中にも出てますけれども、無色無臭の気体になります。この空気中のパーセント、これも覚えておいてほしいんですが、 0.04% です。 0.04% です。で水に少し溶けて弱い酸性ですね、これ炭酸水になるわけです。炭酸水の pH は 5.6 ぐらいなので、普通の雨水が pH は 5.6 であれば酸性雨でなくて普通の雨水になります。それよりも酸性によってると酸性雨になる。炭酸でもともと中性ではないんですね。それから二酸化炭素といいますと、小学生でも知ってますけど、石灰水の白濁で確認すると、こんなことが言えます。はい、では二酸化炭素の製法なんですけれども、まあ、炭酸カルシウム、まあ、炭酸カルシウムであれば例えばチョークであってもいいし、石灰石であってもいいんです。それに希塩酸を加えます。そうするとどんな反応が起こるかというと、はい、ここが CaCl2 になり、CO2 が出てきますね。こんな風になります。あと数合わせてって、ここに2が来て、ここに数合わせの水を入れてあげるとこれで完成になります。でこれは、まあ、水に少し溶けるので、実は水蒸気管でもですね、無理すれば集められなくもないんですが、まあ、普通に加工時間を使います。はい、それから公共的な製法では安く作ることを求められますので、まあ、今一番安く作る方法は石灰石を焼く、これだと3個やなきゃなんないけどね、焼いてしまえばこの方が安く作ることができます。そうすると酸化カルシウムと CO2 になるということなんですね。でここはですね、強い酸で弱い酸を追い出すので気流酸でもいいような気がしますが、あんまりここ気流酸で見たことないと思います。でやってみるとどうなるかっていうことでやってみましたので、動画をご覧ください。炭酸カルシウムに塩酸の時にはこうシュワーッときれいにいったんですけど、気流酸の場合には加えた瞬間にドサッと出て固まって終わったって感じですね。実はこの CaSO4 がこの白い硫酸カルシウムっていうのは水に溶けにくいやつで、一瞬これに変わってしまってもうそのままになってしまったと。
いうことです。だから気体を発生させる目的であれば反応しないわけではないんですけれども、発生させる目的であればやっぱり塩酸でなければちょっと都合が悪い。硫酸だと加えた時に瞬間には反応するんですけど、その後もう止まっちゃって、その後発生が止まってしまいますので、二酸化炭素が欲しいという目的で炭酸カルシウムに希硫酸を加えるとちょっと違う感じですね。硫酸カルシウムが欲しいんだったらその大丈夫な反応なんですけど、 CO2 の製法には向かないということが分かります。はい、今度は水晶ですね。二酸化ケイ素の話になります。二酸化ケイ素からなるのが水晶、石英、傾斜です。それから人工的なものとしましては光ファイバーなんかも二酸化ケイ素になります。で、二酸化ケイ素のモデルが、二酸化炭素じゃない、水晶のモデルがこんな感じなんですけど、あの真ん中辺見てもらえばいいかな。 SI から手が4本出てます。で、時々ね、教科書でここまっすぐなやつ書いてあるんですけれども、これは水晶じゃないです。で、ここのところがね、180になるのはおかしいですよね。ここに勢い電子があるので折れ曲がるはずです。で、水晶の場合には折れ曲がってます。で、こう折れ曲がってるのが水晶ですね。で、これ全くないかというとないわけではなくて、ちょっと特殊な結晶で高温型で見られるクリストバライトっていう、なくはないんですけれども、これは水晶ではない別物になります。まあ、普通の水晶は、まあ、予想されるように SI と O のところは、 O は保冷線型が普通ですので、低温だとこういうふうに折れ曲がってる形になるので、こんなにこれとはちょっとね、結晶の形がちょっと歪んで、このまたところにね、静止面体はできるんですけども、ここが曲がりますので、ちょっとこんな形でちょっと歪んだ形になりますので、これはちょっと水晶ではないということは言っておきます。はい、次に、計算ナトリウムの、水ガラスと言われてるやつですね。もうちょっと面白い性質なので、水ガラス、それから水ガラスに酸を加えていくと、これが固まってきます。このあたりのことをちょっと動画にしましたので、まずは動画の方をご覧ください。実験でやったのは、このここからここまでのね、ここまでのところになります。水ガラス、あのすごい粘性のあるところですね。水飴みたいな状態です。あれを、水に少し溶かしてですね、塩酸を加えていきますと、白色のゲル状の沈殿ができます。この状態が、まあ、計算ができることになります。で、このゲル状沈殿を、まあ、乾燥させてあげると、
シリカゲルという乾燥剤になるということなんですね。あの水ガラスどうやって作ったかというと、あの軽釈と水酸化ナトリウム、こんなもので作ってきます。でここでちょっと気をつけてほしいことは、NHCO3 とかの、ね、違うところは計算イオンというのが長くつながっているということ。でここを理解するのにはこちらの方を先に見てもらった方がいいと思うんですけど、まあ、これが正しい書き方なんですけど、 SIO2NH2 って書き方をするんですけど、ここで N を1としますと H2、 あ、ごめんなさい、 H2 ですね、 H2SIO3 というふうになります。これはメタ計算というやつなんですけれども、このメタ計算の場合にはこれもこうつながっていることになりますね。で SI の周り OH、OH ってあって、ここが、隣の SI とつながってます。こっちも SI とつながってます。ですのでこの境目の O は2分の1ずつ持ってますので、 SI1 個に対して O が1個2個2分の1、2分の1で3個 H が2個ついている。だから H2SIO3 という単位がずっとつながっていく、これが計算のイメージになります。でここで H プラスを外れしてあげると計算イオンがこんな風になります。で計算イオンというのはこう長くつながっているイメージですね。でこのところにカウンターイオンとして NA プラスが入ると NA2 ですね、 NA2SIO3、 NA2SIO3 とこういう単位が続く形になります。それからなんか単独な分子として、計算イオンって、みんながイメージするのはあると思うんですけど、それはオルト計算と言われて SI の手が4本ですから、こんなのが考えられるんですね。オルト計算ということですけど、実は非常に不安定なので、あんまりあの不安定で安定しにくい、あの絶対存在しないわけではないんですけど、非常に存在しにくいのがこのこういう小さい分子の計算にあたるものです。これはオルト計算と言われています。普通計算と言われているのはメタ計算ですね。メタ計算と言われている状態がこれになります。でここからまた水が乾燥の過程で水が抜けるとシリカゲルになって、そこにまた水が入ることができるということなんです。はい、最後にね、クラーク数っていうのをちょっと紹介しておきます。まあ、クラーク数自体はですね、これが入試で出ることはなくて、まあ、イメージとしましては地殻中の元素、何が多いかっていう話になります。この地殻のちょっと取り方の定義がちょっと曖昧だったりするので、まあ正式な言葉ではないということで今使われないんですけどね。まあ、主に岩石が何からできているかというと、これ計算円でできていますので、まあ、トップ3、4ぐらいはどういう定義でも変わらないと思います。酸素が一番多いんですね。で次がケイ素で、ケイ素2番目です。でアルミ、鉄とつながりますので、まあ、この最初の4つぐらいの順番が、まあ、岩石の主な元素ということで覚えておいても、まあ損はないかなというぐらいのものですね。まあ、これでほとんど、結構のパーセント、カバーしてます。覚え方としましては押し合ってカルイナ・クラークと覚えてるんですけれども、この最初の辺が分かれば、押し合っての辺が分かれば特に問題ないかなと思います。まあ、正式な用語ではないんですけどね、だから教科書にも出てこない用語です。ちょっと定義の取り方が曖昧なので、今正式な用語としては認められていないクラーク数というのがあります。